ちょっとリツイートする。うん、始まってる、はい、始まってる。いや、久しぶりです。いや、見てるのかな。今ね。あ、7人来てる。そう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 。チャリートショウキでーす。久しぶりです。オーケー、リツイートしました。はい、今日も始まりました。15時からの放送です。AW 公式ツイキャスもがきゅうライブ。はい、今日が29、はい、29日目です。いやー。一応ね、5月6日目標で、今日が5月の3日、3日です3日だね、はい、はい、もうすぐ一応期間がね、あ、最初、今2回目に設定した期間が終わりますけども、はいはいはい、なんであと、はい、とりあえずは3日間、今日合わせたら4日間、3、4、5、6、今日合わせたら4日間、はい、はい、お付き合いください。おお、はい、ということで、もう最初にこの小さい声で自己紹介しましたけど、本日のゲストはチチャリート翔輝です。お願いします。はい、チチャは最1週目はいつ出たっけ。いつだったかな。いつだっけね、俺メモしてた。自分もちょっと覚えてないですね、いつだった。あ、でも結構1週目の最後の方だね。あ、そうですね、1週目の最後の方が一番遅かった。そう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 、はい、1週目の最後の方で、はいはいはい、はい、あ、コメントで翔太さんもね来てくださってます、ありがとうございます。はい、最初はいつもフリートークの時間なんだけど、なんかある？フリートークですか。フリートーク、そう、あ、今その自分足切らしてまして。ああ、そうね、はい、うん、で今やっとリング練とかいろいろ、はいはいはい、練習ができるようになってきたので、うんうん、そろそろ復帰間近かなと思ってます。はい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 、そうね、はい、はい、ちっちゃー、こんにちは。あ、皆さんこんにち は、ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうかね。なかなかそのね、世間が、こういう状態ですので、なかなか外出ができないと、思いますけれども、はい、はい、なんでね、もう本当家にいるしかないと思うんですよ、どうしても。でね、そこで何かしら暇つぶしの一個としてこの、モガキューライブを見ていただければなと、はい、思います。あとはなんかない。あとですか。あ、そうそうそう、だいたいなんか5分ぐらいまで。あ、5分ぐらい最初、うまいこと。あ、そうですね、最近暑いから。あ、そう、急に気温上がったよね。急に暑くなりましたね、本当に。そう、はい、本当に暑い、マジで、はい、スカジャン早く脱ぎたい。あ、でも一応ね、これがなんだろう、制服だから、モガキューライブの。モガキューライブ、そう、第1回からずっと着てるから、これ。いやー、暑いね、本当に。いや、アイスが好きなんですよ。おー、はいはいはい。最近アイスの消費量がすごくて。あー、そうね、はいはい、そう、アイスはね、はい、やっぱもうこの気温になってくるとね、はいはいはい、食いたいよね。食べちゃいますよ。でもあんまり外にも出かけられないじゃないですか。はいはいはい、なんでもう自分が本当に必要な日用品を買いに行く時とかで、アイスを買いだめしとくみたいな感じの生活なんで、はいはいはい、あ、俺知覚過敏だからアイスあんま食えないんだよ。冷たいのがちょっとね苦手なんだよね。歯がすごい染みる、本当に。アイスボックスなんて絶対無理じゃないですか。アイスボックスはね、噛まなきゃいい。待ってください、氷飲んでるみたいなもんですか。そう、氷を舌で溶かすっていう。あ、なるほど。そう、だからあのバータイプのアイスがそんなに、はい、食えないから。ああ、じゃあ、うん、パルムとかガリガリ君も。もう無理無理、ガリガリ君ガリガリしたことない。したことないですか。したことない。だからもういつもベタベタよ。もう間に合わないから。ベロベロ君ですか。そう、ベロベロ君だったら。俺の場合は。そう、だからいつもスーパーカップとか、はい、そういうカップアイスだったらね、自分の好きな量を、はい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 、好きなタイミングで取れるから。そう。ピノ美味しいですよね。ピノうまいね。はい、ピノも食べれます。ピノはね、あのサイズによる。サイズによる。サイズによる。全部一緒な気がするんです。口の中の気温、体温によるんで。あの早く溶けてくれたらいいんだけど、はいはいはい、あのあんまり大きくて舌で転がそうとするとやっぱ、はい、歯の内側に接触するじゃん。あいつらが。そんな命がけです。そうそう。でチョコ部分は最悪いいんだよ。早めに溶け始めるから。はいはい、ただチョコが溶け始めてアイスになった途端に結構しんどいね。結構しんどい。あ、そう、クーリッシュならいける。あー、クーリッシュ。クーリッシュはいける、本当に。クーリッシュ、あの吸うやつですね。そうそうそう、あれはもうよーく食ってた。そう、ソフトクリーム系もいける。あー、ミニストップのソフトクリーム。ミニストップのソフトクリーム、本当うまい。美味しいですよね。
めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ美味しいです。夏場はマジでいい。ミニストップのでもあそこのソフトクリーム系は。はい、ああ、うん。でも、うん、自分コーン好きじゃないですよ。アイスクリーム。ソフトクリームはコーンが嫌で。ほう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 。絶対カップで頼むんですよ。そうなんだ。なんですあのなんか、うん、100円のソフトクリームとかあるんですよ、マックの。ある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 。でソフトクリームそれ小さい頃に食べたんですけど。うんシワシワになったコーンが美味しくなさすぎて、まあまあまあ分からなくはないね。気持ち悪くなっちゃって、はいはいはい。そっからなんかコーンはなしでっていう感じになっちゃって、もうカップで、もうそうなんだ。コーン食べれなくなっちゃったんですよ。俺もそのソフトクリーム系はね、このぐらいの気温だったら今ぐらいの気温だったら、はいはい、まあコーンでもいいけど、はいはい、これ以上気温が上がるとあの。食べる速度よりも溶ける速度の方が早いから確かに確かにそう間に合わないから、はい、近く神もありますもんね。そう近く神が一番でかいのよ。そう急いで食えないのがマジできついのよ。なるほど。そうだから、はいはいはい、一番ヒヤヒヤするのはアイスモナカ系よね。あ表面は大丈夫だから噛めんのよ。ごまかしてくる。そうそうそう。ただ少しでもアイスに歯が当たったらもう痛いから。表面のモナカ部分だけいってそこから折るっていうのをやってる。アイスモナカ好きだからね。ああ美味しいですよね。そうチョコモナカジャンボがかなり好きだから。好きなのに。そう好きなのじゃないですか。四角花瓶デスマッチは見てる人に伝わんないだろうな。マジで四角花瓶じゃないと伝わんないですからね、あの痛み。多分そうでしょうね。もう本当にってなる感じ。いやでもアイスはいいね。本当に暑くなったもんね。急に暑くなってさ、うん、そうアイスボックスをね、はい、俺もずっとやってんだけど、アイスボックスに何か何か入れるやつ。そう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 、それで俺いつもアイスボックスにその緑のモンスター入れて飲んでんだけど、はい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 、非常に美味しい。ああ美味しそうですね。家で半身浴しながらそれ飲んで。すごいね。半身浴好きなんだよ。女子力高めな。だから風呂場にずっといて、はい、ダラーンってしてるのがいい。ああなるほどなるほど。そうでもあのなんか動画見ながら。ああ動画とかあるとでかい。そう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 。そうアイスボックスに緑のモンスターめちゃくちゃうまいんで、皆さんぜひ参考にしてみてください。超うまいですよ。はい。ということで、まあ、こんな感じかな。7分いいね。OK。じゃあ始めていきましょう。はい、はい、3大まるまる視聴者投稿コーナー。これありがとうございます。皆様から寄せられた質問をチャリート正気が答えていきます。はい、本日はチャリート編です。あ、石坂哲平さんありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あのね、多分今日は話題に出ないんですよね。多分、まあ、コメント欄でなんか浦野さんとかいたらちょっと話題に出るのかもしれないですけど、はい、全然3回ぐらい前でなんかコメント欄でね、浦野さんが哲平さんのことを言って、で、前々回の朝日さんの時にもうその話をしてっていう感じだったんでね。はい、多分今日は、はい、こっち側からは出ない。はい、もうね、自分もチチャリートも入った頃にはもう伊坂さんはいらっしゃらないのでね。はい、なかなか話出るか分かんないんで、ちょっとコメント欄でね、もしかしたら出るかもしれないという形ですね。はい、ほんで今日はチチャリート編。正気ってさらにこんななんだね。はい、こんな感じです。はい、全部読みました。皆さん一人です。それに関しては僕は何も言えません。何かね、自分がね、分からない時代の話ですからね、そこで何かしらがあったのかなというふうに思います。はい、はい、ということで早速行ってみましょう。はい、最初の3大はこちら。3大行ってみたいスタジアムよ。これはね、あのチチャリート正気サッカー大好きだよ。好きです。サッカー大好き。そう、海外サッカーが大好きなんで、はい、行ってみたいスタジアム、まあ、これはもちろん日本でもいいしね。あ、なるほど。でも海外でもいいし、はい、さあ、俺はサッカーは全く知らないからね。知ってるスタジアムでしょ。そう、俺が知ってるスタジアムはジュゼッペ・メアッツァ。おー、あるでしょ、あるでしょ。あります、あります。そしたらもうウイレ知識です。ジュゼッペ・メアッツァ、結構ジュゼッペ・メアッツァ結構だからランダムで選ぶと結構感じなんです。なんでか分かんないんですけど、あとなんだっけな、
カンプノー。ああ、はいはい、カンプノーもあるよね。有名ですね。そうですね、やっぱりそう、翔太さんもおっしゃってるけど、俺からしたらスタジアムってどうしても野球になっちゃうからね。そう、横浜スタジアムあるし、千葉だったら ZOZO マリンスタジアムもある、はいはいはい、そう、野球場なんだよね。でも自分千葉、小学生の時に、うん、千葉ロッテのファンクラブ入ってたんですよ。へえ、はい、あれだって生まれは福島だよね。はい、なんか自分の地元に、うん、千葉ロッテが来て、うん、それで好きだったんですよ。あ、そうなの。はいはい、ロッテの試合があったの。そうです、海星山スタジアムってところで。ほうほうほう、あ、そういうなんか地方での試合がね、あるもんね。それで自分が好きになって、ほうほうほう、好きになった年に日本一になったんですよ、あの2010年。はい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 、へえ。あ、はい、で、それきっかけでそのファンクラブに。いや、違う違う、ファンクラブに、あの、来て好きになってファンクラブに入って、あ、千葉にまで応援しに行ってたら優勝した。優勝したんですよ。あ、そうなんだ。ラッキーだ。お前の力だな。いやいや、そういうわけじゃない。それなんか優勝したのはお前の力だ。そういうことではないです。はい、じゃあ1個目いってみましょう。はい、1個目。ババン。スタンフォードブリッジ。全然わからん。スタンフォードブリッジっていうスタジアムがあるんですけど。あ、阪神相手に33対4の。その時かね。あ、伝説のね、4試合だっけ、4試合で33対4の伝説的な、うん、10対1、10対0、10対1、なんか最後4対2ぐらいで日本シリーズね、阪神相手ボコボコにした。なんかこすられてるんで、そうそうそう、詳しくなくても分かっちゃう。V やねんの頃ですね、阪神が V やねん。スタンフォードブリッジ、はいはい、あのチェルシ ー、ロンドンですね。自分の好きなチームがチェルシーで、はい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 、いつよね、前その本拠地なんですよ。そのやっぱ自分が大好きなチームのスタジアムには、うん、一番行ってみたいです、ね、はいはいはい、はい、ママの味はミルキーじゃない、チェルシーじゃないんじゃない。多分だけど、チェルシーは違うんじゃない？あの、ヨーグルトみたいな飴っすよ。そうそうそう。ミルキー、うん、ミルキーじゃない？ママの味なのは。チェルシーは違う飴じゃない？なんとかの味って確かあったような気はするけど。なるほどね。やっぱり、なんですか、やっぱ。好きなチーム。何万人収容？あー。何万人だったっけかな。結構人は何万は超えてます。いや、そりゃそうだ。そりゃそうだろ、分かった上で。忘れちゃったな。ヨーロッパサッカーのスタジアム、だいたいそんぐらい入るだろ。あ、4万ぐらい。あ、4万ぐらい。4万ぐらい。はあ、はあ、はあ、はあ。チェルシーやっぱ2004年、5年のチェルシーが好きだったんで、うんうん、好きになって今でも好きって感じです。はいはい、ずっとチェルシーが大好き。2004年のが好き。04、05シーズン、05シーズン。いい時見てるね。はい、いいね、あの頃楽しかったよね。誰がいた、誰がいた、クジョンセン、クジョンセン、誰、はい、ダフ誰、はい、ロッペ、ロッペ、シュロッペしてる、ハゲてるやつや。そう、まだあの頃ちょっとあったんですよ。まだあった頃ね。走り方覚えたらめっちゃ速いやろみたいな。走り方でこんな速いんだなって。そう、今ね、天の声で海外サッカーこいつも大好きなんです、吉田彩とか来てるんで。ありがとうございました。そう、ランパード、ランパード知ってる、チェフ、誰、負けれれ知ってるかもしれない。頭ドンされるキーパー、チェフは頭ドンされるキーパーな、頭ドンされるキーパー、その後ヘッドギアつけからの棒。チェフ、それがチェフ。ジョン・テリーとかリカルド・カルパーニョ、はギャラス、ギャラス、ギャオス、ギャラス、ギャオ、ギャラスに、パウロ・フェレイラ、パウロ・フェレイラに、ドログバもいましたね。ドログバ、はい、俺の大好きな、ドログバが、俺の大好きなドログバ。トゥーリオに骨折られたドログバ。ジョン・テリーはもうあれ、俺一回も言ったことないのに、花見がずっと吉田さんの好きな選手って言ってるみたいな。ほんまにちゃんと好きじゃないし、ずっと言ってくるね、それは。で、吉田の一番好きな選手です、ジョン・テリーが。そうだ、そうだ、吉田さんが好きなんでか知らんけど、そうなんだ。はい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 、なるほどね。スタジアムの話から出てきました。そうそうそう。なんだっけ、スタンフォードブリッジ、はい、はいはいはい、が、まあ一番行ってみたいスタジアム、はい、もうそれこそチェルシーの本拠地、はい、一番好きなチェルシーの本拠地。ジョン・テンターは違いますね。アースクエイクだね。そう、それはアースクエイクですね。ジョン・テンターはあれですね、あの自分の一番好きな北尾浩二さんとの試合のやつですね、確か。
あれがもう好きですね。月一で YouTube で見ちゃう。月一で見ちゃうんだよな。北尾さん対ジョン・テンタマ。はい、じゃあ2つ目。はい。今はもうないんですけど。ああ、はいはいはい。ハイバリースタジアムですね。ハイバリースタジアム、現マンション。え、ハイバリー。自分のライバルチームの、自分が好きなライバルチームのアーセナルの、チェルシーのライバルチームがアーセナル、ね、アーセナルのスタジアムなんですけど、うん、今はエミレーツ、エミレーツでやってて、エミレーツスタジアムがなんか近くにできてるんですよ。ハイバリースタジアムってのはもうないんですけど、はいはい、そこはマンションになってて、でもその跡地はそのままあるんですよ。スタジアムの跡に、はいはい、なんかマンションに改装されてるみたいな感じなんですよ。え、スタジアムの中にじゃあピンチにマンションが建ってるみたいな感じで、真ん中のコートがあるじゃないですか、うん、それが庭みたいになってます。はい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 、なるほどなるほどなるほど、確かそうだった。はい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 、それ見てめっちゃいいなと思って、なんか歴史も感じるじゃないですか。うん、はいはいはい、それがまたいいなと思って見てみたいってのと、うん、ちょっとやっぱりちょっと何何アーセナル推しの吉田さんが、ああそうなの、吉田はアーセナルが好きなんだね。俺はアーセナル好きで出ててねけど、正気はちゃんと最近のアーセナルはみたいな感じですごい高いしてくるの。いや何何っていう中で今ハイバリーをわざわざ言うところもちょっとなんか悪よ。知ったろう思てんもんな。ハイバリーのこれは強かったんですけど、ああそうだ、強かった強かった、知ってますみたいな、そのノリ。でもコメントでもやっぱハイバリーの頃のアーセナルは強かった。インビンシブルっていうの、あの無敗優勝とかしてたりとか。ええー、強っ。そうアンリがいいところですよ。アンリ、あアンリ、アセナルはもうそれはタンクさん、それはタンクさん、アーセナルそれはタンクさん、それはタンクさん。なるほどね。じゃチェルシーとアーセナルの、まあ、元ホームスタジアムって言えばいいのか。そうですね、はいはいはい、アーセナルの元スタジアム、はいはいはい、ハイバリースタジアムだっけ、はい、は普通にもうなんか老朽化的なのがで建て替えたのか、それとももうちょい収容できるようにみたいな感じで、もうちょい収容できるようにやっぱ、ああなるほどね、違うかな、スポンサー変わったとかじゃないですか、はいはい、エミレーツ、あーわかんねえな、そういう難しいことは、ピエリ、アンリー、ベルカンプ経営してるわけじゃないか、聞き覚えはある、ベルカンプとピエリアンにベルカンプっていうツートップがね、ベルカンプは俺と一緒でハゲてた。あんなハゲてんのにあんなうまいやつおるやろ、ハゲてるのにうまいやつおるやろ、まあまあ、さっきロッペも出た、そう、さっきロッペも出たやろいっぱいおったわ各チームに一人はおるやろおるな、そう、次3つ目、はい、3つ目、なんとこチェルシーとかアーセナルは何のリーグだ、こっちもプレミアリーグ、プレミアリーグ、はい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 、なるほどね、うわもうその辺がちょっともう全然覚えきれてないな、吉田はハゲにも汗にも入っとるわってハートナーとは思われへん、めちゃくちゃ言うめちゃくちゃ言うてくるな、はい、じゃあ3つ目、全然詳しくないんですけど、おまあとりあえずね行ってみたいところだからね、エスタディオミニシバルデブラガです、何それ、何それ、スタジアムとかわからんな、それ聞いてたなんか好きなとこしかわからんな、あのポルトガルにあるとこなんですけど、うん、どこのチームのブラガ、ブラガでしたっけ、おお、なんかあるかもしれんな、こんな、はい、崖のスタジアムって書いてる、あ、そうですそうです、あの崖でなんか、崖があるんですよ、普通ホームアウェーもこっちもお客さんが入るようになってるじゃないですか、うん、うん、そうだね、でもそこ崖なんですよ、崖、はい、崖で、うん、そんなギリギリでやって建ててんの、スタジアムを、芸術家が作ったんですよ、ああはい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 、はい、スタジアムにしたら異様なんで結構、おお、はい、2004ユーロで見た記憶、あ、そうそう、ユーロでも使われてます、へえー、なんで結構なんかスタジアムには見えないように見えないような綺麗さなんですよ、へぇ、お客さんが端こっち側に入るんですよ、おーおー、横側っていうんですか、横側っすね、ほう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 、縦がなんか崖になってたりとかしてすごい綺麗なんですよ、もうなんかデザイン重視のスタジアムで、あ、そうですそうそうそう、へぇ、いや見てみたいなと思って、ああ確かにそれはちょっと俺も行ってみたいわ、はい、へぇ、じゃあ
もう1個目がもう全然思い出さない。スタンフォードブリッジ。スタンフォードブリッジ。ハイバリースタジアムで、もう全然わからん。それは正直自分も覚えられないです。これはさ、はい、なんであのサッカー選手じゃなくてサッカースタジアムになったの？わからん。渋いね。スタジアムって来たから。ああ、そうなんや。これ質問できたんで。そう、ね、質問でスタジアムって来たから。すごいな。うん、エスタディオムニシバルでブラガです。まず選手が来ない。はあ、はい、なるほどね。ハゲで上手い選手はルーニーだって。そうね、ルーニーは若い頃からハゲで。食物さん。もっとみんなが知ってるところで言ったらジダンよね。あ、ジダン。確かに、ハゲてた。ジダンはサッカーと頭突きがいます。いやいやいや、マテラッツィしかしないですよ。マテラッツィにだけですか。頭突きするためにハゲてたんでしょ。だって、結果サッカーじゃなくて頭突きして引退したから。いや、そんなことない。そんなことない。サッカー人生の最後は頭突き。めちゃめちゃいい受け身取ってたけど。相手がサッカー知ってるサッカー選手をひたすら書くというコメント欄でイニエスタに自由でだろう、ね、イニエスタもそうね、ハゲてるね。サンシーロとかなかった？サンシーロ、サンシーロあるよね、あるよね。サンシーロはどこ？イタリア。イタリア。あとはもう分からん。スタジアムは逆にちょっとなんか有名なスタジアムの名前ちょっと教えて。カンプノ。カンプノはさっき俺知ってた。あのあそこジュゼッペ・メア。ああ。ジュゼッペ・メアも俺知ってた。何でしたっけ。レアルの本拠地の名前何でしたっけ。ね。サンシーロはジュゼッペ・メアッツァと同じ？同じって何？そうなん？え？別名というかまあ長いから。ジュゼッペ・メアッツァって言いづらいから全然スタジアムわかんないですよ、ね、いやでもスタジアムの名前そんな覚えへんもんね。まあね、選手音とね、俺らが盛り上がるのか ね、完全に、うん、実際に見に行ってた世代でもないやんか。実際その旅行で行ってる人はあれやろうけど、俺らなんて言っちゃえばゲームからスタートやもん ね、 そうっすね。やっぱね、基本ウイレではランナーね、そうスタジアムってどこでもいいの。勝敗だけもな、興味あんの。ビルさえ邪魔じゃない。そう、影がないとかそういうことでいいからね。そうインテルのホームの時がジュゼッペ・メアッツァで、ミランホームの時がサンシーロ。そうなんですか。そうやって言い方変えて。スタジアムは一緒なの？インテルとミランって。インテルとミランはどっちもミラノのチームだから。あ、そうそう、昔からのライバル。へえ。あれですか、そのコンサドーレみたいなことですか。コンサドーレも同じなんか野球の球場使うんですけど、あれ入れ替えるんですよ、毎回。そうね。へぇ、コンサドーレが試合するときはサッカーのようにして、野球やるときは野球のようにする。でもそれはサッカーとサッカーやってる。そう。険しい。あ、すごい勉強になったな。確かに。へぇ、そうなんだ。はいはい、じゃあ三大行ってみたいスタジアムはそんな感じで、はい、あ、なるほどね。いや、すげえな、野球でそういうのあんまないもんな。でもなんか広島市民はなんで亡くなってたの？広島市民は普通に老朽化じゃなかった。あんなにピッチャーアップデートして虫飛んでんのいいとこやったね。いいとこやった。光に集まるから。あとはやっぱどうしても広島がホームでホームランめちゃ打ってた。広島の選手のパワーみんな A。 カブレラが、うん、俺がセリーグやったらシーズン半分ぐらいで50いけるわよ。そうそうそう。パリーグの方がね全然でかいからね。そうそう、あー、そう、ドームでフェンスも高いし。それをタイロンズに言ってた。タイロンズか。広島市民がだって両翼が 100あったっけ。両翼はないか。98とかだっけ。でセンターが110とかだったよ。そうだよ、広島市民球場ね、もうだいぶなくなって早いけど、長いけど、あの津田恒美の手形があるんですっけ、確か広島市民球場の跡地のところ、炎のストッパー、津田恒美のね。なんかこの狭いなら狭いで逆になんかそこまで行かみたいなよく言うやん。ああ、そうね。まあ、よくわからないけどね、その素人目に見たら、うんうん。あと、なんだっけ、メジャーの。メジャーでなんかグリーンモンスターっていうめちゃくちゃなところありますね。あ、そう、メジャーはね全然綺麗じゃないのもあるし、あれ確実にホームのきつくないですか、ホームランって。そう、それこそダウンタウンのまっちゃんがめっちゃ怒ってた。あんなの全部違うのがおかしいやんか。そうそうそう。本当っすよね、あれは。いやでもそれが良さよね。
あの全てがきっちり全部一緒より、各スタジアムに色があって、それで視力がバラバラなのもまた良さやから。そう、はい、あ、共同が今日は17時から配信ですかって、もう配信してます、すいません15時からって言ってたような気がするんだけどな朝日さんも来てる。朝日さん、あのコメントで今あの石坂さんいらっしゃいますんで、はい、何かしらあのお話しすることあればお願いしますダイナの上手が心配、あのダイナは長期が出るとあのスルーやばいインザーギアスルーって、はい、じゃあ多分まあこの話してる間に多分ダイナの話も終わりでしょう。はい、三大好きだったおもちゃ、これはちょっと難しいかもしれない、記憶を遡んないといけない。好きだったおもちゃ、そうだからちっちゃい頃はこれで遊んでたなっていう、まあおもちゃだね、なんかあるかな。あるっちゃありますけど、俺は、まあ、おもちゃのくくりに入れていいか分かんないけど、俺がちっちゃい頃はほんとピコが、ピコって知らないかな、なんかノーパソみたいな、ノーパソみたいなやつで、なんか冊子みたいなやつをやってで画面タッチでテレビにつないで、なんか画面タッチするとそれに反応してなんかやるっていう。いやー全然わからんなーピコはい、1個目じゃん、トミカです。はい、トミカはやっぱみんな集めませんでした、小さい頃。いや俺トミカ相当なかったんだよ、そうなんです。めちゃくちゃ集めたってことはなかったけど、でも何台からテンションも上がってた。あ、本当ですか。何個か持ってなかった。あ、そう、俺どっちかっていうと俺プラレール派だったのよ。あ、電車の方が好きだもん、ね、両方あったあ、でもあったな両方なんか、はい、俺がちっちゃい頃、でも俺ら世代ちっちゃい頃に、はい、ヒカリアンっていう電車が変形する、はい、なんかおもちゃがあったのよ、はい、これさ、そうヒカリアン、これめちゃくちゃ俺集めてた。へー、うん、超本当にかっこいい、みんな。あ、ヒカリアン知ってる人いる。そう、ヒカリアン面白いんですよ。ヒカリアンのあのバカでかいね、敵が蒸気機関車なんだよ。で、味方が新幹線かな。敵は蒸気機関車。敵は蒸気機関車。そう、デゴイチとかは敵だった。へえ。これね、集めてたんだよね。トミカ集めてた。トミカは集めてて、なんか車とか電車が好きで。はい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 。じいちゃんと駅まで行って見に行ってたんですよ、うん、新幹線。改札通って。はい。で、なんか乗り物が好きで、昔、なんか将来の夢がバスの運転手だったんですよ。おー、はいはい。幼稚園の頃の夢がバスの運転手で、で、それもあってか、やっぱバスを集めてましたね。バス。バスです。とにかく集めてなかったなぁ。忘れてなかった、うん、埼玉にあるやつは行ったの、鉄道博物館、はい、ちょっと同時に喋っちゃったけど、同時に喋っちゃった、ね、埼玉の鉄道博物館は行ったことある？ないです。なかった。今は好きじゃない今は好きじゃないやそうでもない、今は好きじゃなくなっちゃいました。車もなんなら好きじゃないです。あ、そうなんや、今も車とか興味ないんやなんで知ってる、車少ないです。その頃に車あんま興味持たなかったから、俺車興味今全然ないんだ。車全然知らないもん、俺車種。俺車好きなんや、今でも。そうなんです。でも昔好きやった初期が今は好きじゃないっていう、いろんなパターンそう、いろんなパターンが。そう、騙しやがったら待ってください、タクさん。騙しちゃないですよ、タクさん吉田はもうずっとジャガーが好き、ジャガーが好き。あー、でも言ってますよ、吉田もジャガー好き。いや、基本アメ車が好きなんやけど、はい、なんかすごいこう、あのめっちゃ金持ってて、はい、実用的で一番いいなと思うのはジャガー。ジャガーのどこが好きなんやつ？ジャガーの、これは2014年ぐらいがすごい車好きやった、はい、その時のジャガーが乗るやん、うん、乗る、はい、乗りました。ボタン押すやん、ボタン押しました、はい、エンジンかかったら、うん、もーんっつって上がってくる。それがわからんのよ。もーんそう、ボタンを押してエンジンかかったら、ここがもーんキュッ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 ってなるのがすごい好きってずっと言うんだけど、ずっとわかんないんだよ、ね、俺。わ、ね、かんないとかじゃないね。もーんキュッキュッキュッってできる。何がもーんってなって、何がとかじゃないよ、もーんってなって、あれがすごい好き一番いい、あれが一番わからん。
でもあれが実用的な好きなだけで、一回乗ってみたいって言ったらアメ車から。ああ、モガもアメ車のあれは好きやん。ハマーは大好き。ハマー、ーモガはハマー全部好き。乗りたいっていう。そう、全然ない。なんでハマーめっちゃかっこいい。ハマーは全然ない。すごいでかいあんなでかい車ない。すごいでかいんよ。そうだけないよ俺から確かにトラックやん、あのサイズも。じゃあトラックでいいやん。いやいや軽トラはちょっと嫌やん軽トラは確かに嫌やな。軽トラ嫌やな。それはまた別やな。でも軽トラと真っ向から行ってもハマーなら倒せるじゃん。そんなあ、いや別に車で倒そうとはしてない俺そういう用途で見てない。ハマーやったら結構いけると思う。必要性ってそういう意味で絶対強いでしょ。あれで分かったら嫌やけどキャデラックもかっこいい。キャディかっこいいね。キャデラックのそれこそエスカレードというでっかいのがあるね。ハマーよりはちっちゃいよ。あ、やっぱじゃあハマーの方が上やいや、でかさなんですか。サイズで俺キャデラックの上や言うてないから俺もおしゃれなんや。やっぱでかくておしゃれなんやエスカレード。ハマーやっておしゃれやん。あんなにゴツゴツした車もないで。いやカクカクやで。なんかおもちゃ俺から見てそう見えちゃう。おもちゃかな。おもちゃなんかな。ハマーこれでハマー好きな人が見てたらすごい申し訳ないけどおもちゃ。ハマーの H2 が一番いいですよね。ずっと言ってる。そうずっと言ってる。ずっと俺はハマーの H2 がええって言って、こいつはジャガーのモーンがすごいええって言うって。でこのフォードはって今来てるやん、うん、フォードにマスタングってあるの。はい、結構有名なね、マスタングっていうのがあんねんけど、うん、シェルビーっていう会社から出してるワンランク上のマスタングが俺はすごい好き。フォードとまた別というか、まあ、同じマスタングやからあれやねんけど、すごいかっこいい。マジェスタ。マジェスタは日本です。名前に間違え、お前今完全アメ車いって思ってたマジェスタはクラウンやから。そうそうや、あれはクラウンマジェスタって言うてたもん。あれはクラウンや。全然わかんないな。まあ、なんだかんだで最終的に乗りたいはちょっとスカイラインな部分はあるけど、ね、ああなるほどね。なんだかんだで、なんだかんだでスカイラインが一番。俺実際に乗るならキューブとかがいい。キューブあんま目立ちたくないね。ただ人生で一回は乗りたいで運転したいはセンチュリー。そうそうそう。ああなるほどね。センチュリー。俺はセンチュリーはない。なんか。センチュリーとか迎えに来てもらうときでええわ。そう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 。そう自分で運転したくないわセンチュリー。センチュリーとかプレジデントとか。いや俺でもセンチュリーからモガ降りてきたら逃げるな。ちょっとあの逃げてると思われへんように距離取るわ。走って逃げたら怖いやん。確かに。そう黒塗りの高級車ですね。そうセンチュリーの。センチュリーはね確かにね。ジダの条件ですね。はい、じゃあ次トミカ。全然トミカから外れちゃった。全然ついていけなかったですもん。それこそミニ四駆だな。あミニ四駆ね。ミニ四駆は流行った。本当ベイブレードもハマった。ベイブレード流行ったけど地元では流行らなかったもん。ああそう。全然誰もやってる人いなかったから、ね、俺も一個だけしか持ってない。小沢村でおじさんおばあちゃんやらんわな。俺同級生おったっておったの。小学校に同級生18人におったって。18人すごいよね。すごいね。あそうレッツ&ゴー。そうそうそう爆走兄弟レッツ&ゴーの世代ですね。そう土屋博士だっけかな。はい OK。 2つ目はこちらです。レゴ。はい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 。レゴブロック。字のバランスよ。ちょっとバランス間違えました。レゴブロックなんか幼稚園にどこでもありますよね。レゴブロックはあった、まあ、あったあった。みんな多少は触ってるやろ、はいはい、でなんかコマにして遊んでませんでした。遊んでない。何をえレゴブロックをコマにしてベイブレードにするんですよ、うん、ベイブレードせえや。ベイブレード持ち込み禁止なんですよ。なるほどね。自分らでベイブレードを作るんですよ。レゴブロックで、はい、かっこいい形が結構作れるんですよ。結構でかいね。めちゃめちゃでかいんですよ。それをぶん回すんですよ。結構楽しいです。すぐ終わるやろ。でも思った以上に硬くなるんですよあれって。そうなんだ。あそうなんや。ガッチガチにうまく固めればね、はい、結構流血だとありました、ね。はい、なんで
それで結構流行ってましたね。ああね、あ確かに流行りそう、はい、そういう遊びが定着したらすげえ流行りそう、はい、めちゃくちゃ流行ってましたよ。自分いいな、それは新しい。エゴブロックいいな、確かに、はい、大人になったら今でもなんかちょっとやりたいなって思うもん。あのなんかおもちゃコーナーにあったら、はいはい、フリーに触っていいやつみたいなやつでちょっとやっちゃう、はい、ちょっとやってなんか違えなと思ってやめるはいはいはい。じゃあ2つ目がレゴブロック、はい、3つ目、じゃあと何やってたかな。ちっちゃい頃でしょ、ミニ四駆と同じで。なんかクラッシュギアも流行ったけど、クラッシュギアとあと弾丸ってやつも流行ったんだよね。いくつ目なんだろう。あと何だ、ビーブレード、ミニ四駆、あ、まあビーダマンとか。ビーダマンね、ビーダマンはやってたけど、ようわからんかった。カードゲームが流行った。カードゲームは確かに流行った、ね、おもちゃっていう部類のあれは確かに、あ、まあおもちゃじゃない一応。はい、3つ目一番好きですね。おお、一番好き、デュエルマスター。ああ、はいはいはい、ね、俺デュエルマン全くなのよ。本当ですか。俺は一瞬なのよ。そうなんすか。遊戯王からあれやねんな、その次やもんね、はい、そう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 。ああ、まあそうっすね。ルールも結構簡単なんで、小学生の頃めちゃくちゃやったんですよ、デュエルマスターって。あれやんな、あの水色、緑、赤。ああ、そうです、あのマナとかあるやつ、マナ文明で、マナとか、ね、はい、シールドとかあるやつ。そうそうそう切り札勝負のやつ。めちゃくちゃ流行ってたんで。漫画の、漫画の主人公が切り札勝負のやつでしょ。人がめちゃくちゃ死ぬんですよ。そうそう、人がそう、ルール全然知らんけど人も死ぬなと思って。少年しか思えないぐらい人死ぬだってコロコロ V じゃんって連載してたのコロコロだよねいや、デュエマかやってねえんだよな。ほんと遊戯王とかポケモン、デジモンのカードゲームだったんだよね。遊戯王はめちゃめちゃやってたし、あ、デュエリストいますね。デュエリストがいましたよ、やっぱり。そう、デュエリストは絶対いるでしょウノは、ウノはウノはまた普通じゃない。ウノがちっちゃい頃やらんそんなに。いや、むしろそうよね、そう、ほんまに。ある程度年いってからやるやつ。そう、そう、マジック・ザ・ギャザリングもあったよね。マジック・ザ・ギャザリングでしたっけ、うん、めちゃくちゃ高額なカードあるの知ってます。あのブラック・ロータス。あ、そうなんですか。そうそう、なんでなんか何百万するやろ。そうそうそう、何百万する。ブラック・ロータス、あの最初に作られたやつはもう極端に数少なくて、ほんと綺麗な完全な、まあ、完品の状態だったらそういうこと、何百万の何百万カード1枚。すごいっすね。その時にその1パックの150円とかで当ててる人おったらいかついな。すごいっすね、本当に。夢があるね。夢あるっすね。多分一番、確かその普通にパックに入ってたカードの中で一番高いカードのはず、遊戯王とか全カードゲーム合わせて。あ、全部の。そう、全カードゲームの中で一番高い金額で取引されてるカードが確かブラックローです。他のなんか優勝得点とかじゃなくて。あ、そうなんですか。普通にパックとして普通に確かブラックロータスパックで入ってたはずなんだよ。相当レアじゃないですか。うん、そうなんですね。そう、今やりたくなってきちゃった。俺は未だに遊戯王の動画を見てるよ、 YouTube そう、ルール全然わかんないよ。あールール全くわかんない。なんかシンクロ召喚とか全然わかんない。何言ってんだろう。難しいとこまで言ったらわからないけど、とにかくブラックマジシャンはかっこいい。ブラックマジシャンはかっこいい。ブラックマジシャンは大好きなんよ。うん、わかる。ノバとそのアッコ、ね、あのエンターキングな、あった頃、ずっと俺ブラックマジシャンだけ見とけよそんなって満足できる。俺がいろんなカード見てて、あ、こんなあったなとか言ってる中、お前はずっとブラックマジシャンだった。ずっと見とける。ブラックマジャンガールは多少エロい。そう、そうね、多少というか、まあエロい。ああ、一番エロいのは多分水の踊り子やな。ハンさんって昔 そのおもちゃとか漫画とかそういう目でずっと見てたよねエロい目言うよね。なんか誰かがエロいみたいなおもちゃに早かったのかな成長がね、ちょっと、ね、ちょっと他の人よりね俺だとその世代のそのちょっとの早くああ、そうかそうかそうか、そうだね。ほんと遊戯王俺らがちっちゃい頃に始まった。そうやね、だからハンさんが中学ぐらいの時、ね、そうエロい目で見た。そう、エロい目で見た、ね、そう、あ、そうだね、あの
共同今おっしゃってます石坂先輩が来てる司会者さんって言ってますけど、結構序盤にね挨拶してらっしゃるのでもう一回触れてるんですよね。はい、ちょうどその後いらっしゃったからちょっと分かんないかもしれないですけど、一回ちょっと触れてね、はい、で先ほど朝日さんにも振ったらスルーっていう風に返してたのであ、でも朝日さんも今ちゃんと帰れ、そう帰れって言ってる、ちゃんと帰れ。じゃあ好きだったおもちゃがトミカと、レゴブロック、レゴブロックとジェーマ、そうですね、ジェーマですね。あーちょっとジェーマ話広げられなかったのはちょっと申し訳ねえな、これなら広げれるわ。はい、おこれは俺が、まあね、あんまり打ったことないとは思うけど、ね、多分ゲーセンとかでちょっとねちらほらあるかもしれないから。わかりますよ、その好きなガイドだけで。分かるんじゃない、結構盛り上がるやんな、このコメントが。そう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 、あのね、やっぱりね、みんなある程度知ってんのよ。あー、やっぱ知ってんすね。そう、正気はそのゲーセンとかでね、打つだけかもしれないけど。いや、こいつはバリバリよ。待ってください。いや、俺ポチンコせえへんからあれやけど、いや、それでも正気から出てくるやん、今度なんか昭和いや昭和の荒くれ者のこの感じが、いや、何ですか、すごい出てくるやん。いやでも仕事始まっちゃったらやっぱ友人たちで集まって打っちゃいますね。あ、まあまあそうだね、はい、そういう付き合いとかもあるからね、付き合いとかで打ってて、うんうん、ちょっと面白いかもなっていうのが ね、 あるもんね。面白いかもなーから、うん、あ面白いなーみたいな。いやそうもないね、はい、だからスタートはそうなんですよ、そうなんですよ、はい、ジャグラーから入ったの。ああはいはいはい。あのね、吉田もね、そのまあ付き合いで、そうなんや、最初は付き合いっていうか、ここに、ほんまに仲良い先輩、ここに入る前だよね、そう、ほんまに仲良い先輩がおって、そのうちに入る前に、別の仕事を、ホープリントの仕事してた先輩が、すごいパチンコ好きで、はいはい、スロットが好きで、うん、あの吉田君、あのやっぱ、一緒に行こうよみたいな、仲良い先輩が、仲良い先輩が言うならと思って、行って、それこそ、ジャグラーをやって、1万入れて、おい、2万入れて、おい、もう帰るさすがに。もう2万すって入ってっただけみたいな、俺も一生やらんって思ってからは行ってない。いや、最初に負けるとでかいです。だから、いや、じゃあね、最初に負けといてよかった。よかったっす。俺はね、やんなくて。あっこで多分、2万が4万になってたら、俺今、絶対めっちゃ行ってない。ちゃんと勝っちゃったんで。俺は負けたけど悔しいって思って言ってた。悔しさね。悔しくそーって思って言ってた。はい、じゃあ行こうか。昔って言ってもまあ2年ぐらい前なんですけどね。うん、はいはい。じゃあどっち？パチスロ。自分スロットです、ね。スロットで行こう。はい、オーケー。じゃあスロットですよ。スロット。はい、スロットの好きな台3つ。まあこれはもうあの今ない機種でもオーケーですから。もちろん。もう撤去された4号機でももちろんいいです。4号機はね、多分俺ら世代は実際には打てないけど、でもゲーセンとかに置いてあった世代だから、吉宗とかガンガン置いてたでしょ、ゲーセンに。置いてましたね、これはあった気がするね、吉宗は絶対置いてた。はい、行きました。はい、じゃあ一つ目、サラリーマン番長です。はい、サラマン、いいね。サラマンめっちゃ好きだ。サラマンいいね。俺だって CD 買ったもん。俺シアの CD 買ったもん。歌入ってる、歌と曲入ってるやつ。もう脳汁の出し方を知ってるんですよ。いやー、作った側が、ね、完璧っす。さすがダイトだよね。さすがダイトが作ったダイだよ。噛み合った時はもうやばいですよ。そうそう、本当にもうすごいですよね。あの3つ選べるんですよ、 AT 中。そう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 、はい、やっぱ完全告知が、いやー、そうだよね、気持ちいいね、そうだよね、はい、だってスラッシュ確定だもんね。そうそうそう、スラッシュの告知来たら確定だから、そう、ね、狙い球へって言われたらもうあと確定だからね。いや、気持ちいいよね、鏡でやるのが本当一番好き、はい、もうだってボーナスも AT もどっちもだもん俺。フリーズの恩恵が薄い。そう、フリーズの恩恵薄いのよね。分かってるっすね。長番だけだっけ。長番引くと、あの一応天国で、うん、そうだよね、天国と、まあ、あと AT も確定、はい、ART も確定と、はい、フリーズ65536だよね。そうっすね、そうだよね。でか、あ、でも分かんないですけど、なんかボーナス中に、あ、そう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 、100ベルでしたっけ、100ベルまで行っての3分の1でしたね。うん、そう、はい、100ゲームまで行っての3分の1で、はい、確かそうです。ちょっと今レバーオンで今打ってないんですよ、覚えてないですかね。
サラバンってもうないっけ？まだあるはずです。まだあったっけ、はい、はいはいはい。いやサラバンは面白いんでぜひ皆さん打ってくださいね。うわあれもうねここの一瞬だけ。はい、ということで、はい、じゃあ一つ目はサラリーマン番長ということで。サラバン俺絶頂引いたことないのよ。あ、本当ですか？結構打ったのよ俺。へー、それこそミサオエンディングだって打ったことあんのに。いや、それすごいっすよ。そう、どっちもそのあれ、あ、今の魚群か、魚群か、あっち海だったんですね。海だったのか、ここ最近の魚群全く意味ないですか、ね、意味ないね、意味ないね、超イライラする。打者 A と思う。打者 A と思う。そう、全然違う。はい、じゃあ2つ目、じゃじゃん、クレア。おお、はいはいはい。これ A タイプ、 A タイプです、ね、A タイプだよね、はい、おーおーおお。クレアの氷点2、はい、仕事してる時うち根性なかったんであんまり AT とか押したくなかったんですよ。あ、まあまあまあ結構ね、好きな台以外は押したくなかった。かさむ時はどんどん投資がかさんでいっちゃうからね、はい、なんで A タイプで遊ぶのが好きなんで。うん、それはクレア2が面白かったですね。やっぱ番長の曲なんですよね。入ってた、いろいろ。そうだそうだ、ダイトの曲が結構入ってた、はい、ドイツの曲全部入って、全部じゃないですけど入ってるんで、うん、それははいはいはい、あったあったあった。クレア2は、クレア2はでもちょっとしか俺打ってないな。狂ったように打てますからね、本当に本当に打てるっすよ。一日回せますもん。まあ、確かにね、そのボーナスで曲全部選ぶってだけで、はい、いやもう相当曲入ってるよね、相当ね。まあ、ミーモダンシング一択だって。ミーモダンシングか、いやいいっすよね、あれも。あ、ただ、うん、RT が、うん、なんか番長だけなのは面白くないですよ。ああ、はい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 。RT はやっぱいろんなので遊びたいんで、うん、いろんな曲をチョイスします。はい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 。それは何かな、それからあのあれ、確かに、いや本当そこにあるかもしれない。ああ、吉宗の姫、はいはいはい、姫ボーナスの時の曲、はいはいはい、あれが好き。あれいいっすよね、あの曲、うん、あとはあの番長のあれ、番長のミサオボーナスの時の曲、エンブレムじゃない、あのディスタンスですか。いや、そうそう、ディスタンス、ディスタンス、そうディスタンス、ディスタンスも好き。いいっすよね、ディスタンス。そう、もう本当にその2つだな、好きなの。わかります。それかシェイクの、あ、シェイクいいね、シェイクいいね、シェイクはいいよ、シェイクの曲マジでいい。あれ、吉田さん、あれ吉田が優しい笑顔で画面を見ていた。さすがに邪魔できない。ないねそれ、ないね。入れたくない、やっぱり。せっかく終わっちゃうって。全部知らん話やし。天の声ってそういうもんじゃないから。いや、シェイクいいね。シェイクはだって YouTube で聞いちゃうもんね、たまに。ピートキー、ダイトの筋トレ中聞くんですよ。ああ、いいね。わかる。上がる。本当に上がる。やっぱあれなんよね。ダイジュも好きなんよね。やっぱ。そう。女、はい、バンバンコメントする子じゃないやん。そう。やっぱ好きなんよね、うん。パチンコスロットの話になったらガンガンコメントするからね。やっぱ。いや、もう常にダブルパチンコ指導するのかしら。まあ指導するか。そういうの指導したら俺も行く。いやー、みんなで。まあね、別にその5スロー1パチでもね、あ、別に問題ないから、はい、そう、そんな別に4パチ20じゃなくても低貸しでちょっと遊んで。やだな、吉田さんがタバコ吸いながらタバコ吸いながら。俺タバコ吸いながら、ええやんけ、別にそこまで影響されて。大丈夫、もう今店内じゃ座れへんから。あ、そっか。そう、電子タバコだけ吸っていい。確かに。アイコスだけ。あ、そうっすね、うん、そうですよ、忘れてた。厳しくなったよ、本当に。やばいっすね。ドヤタバコできないよ。ドヤタバコ、ドヤタバコしたいんだよ、こっちは。ドヤタバコ、ドヤ利席。そう。リーチ目だけ残してどっか行きたいんだよ。めちゃくちゃ腹立つ。はい、じゃあ3つ目行ってみよう。はい、サラバンとクレア2。もうこの話なら俺はもうガンガン乗れるから。めちゃくちゃ乗れるから。つてーマジでこういう話しちゃう。マジで打ちてー、ね、はい、じゃあ3つ目、
番長3です。はい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 、はい、もう大都市じゃん。もう大都市だよ本当全部大都じゃん。自分がもう仕事してた頃はもう大とかジャグラーかとか。ああはい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 、はい、パチンコだったら新宝剣。ああ新宝剣もいいね。うん分かる分かる。俺も新宝剣めっちゃ打ってる。はいはいはい、番長3はねいいね、はい、負ける時は負けますけど、うん、なんか勝率いいんですよね自分が。勝率いいし多分、はい、あれ6号機 5.9 だっけ。 5.9 か、はい、5.9 の中では比較的枚数出しやすい台じゃないですか、ね、爆発力は結構ある台だと思ってるけど、はい、番長3で前その初めて打ったんですよ番長3、はいはいはい、初めて打った時に5000枚とか4000枚へえー、すげえ。そっからもう楽しくなっちゃって。5000枚だよ5000枚聞いてもなかった20出た10なんです、ね、10かあの低価値専門店の5万、はい、5万ね、はい、これは20だったら10万円ということやもんな、うん、いやめちゃくちゃでかくて。いやさ俺をそんな世界に引き込む俺はハマりやすいんやから1回来るといやいいね番長3。でも俺そんなに出せて2000とかだったような気するな。いけて2000。でも結構いけて2000が多いんですよ。ああ、ね、そうなんだ。結構あじゃあもう それ以降はもう本当重ならないと無理か。いろんなものが2000、3000は結構いけるんですよ。でそっからがなんか絶頂とか、うん、そうね、絶頂入れなきゃ伸ばせないもん、ね、裏モード入るか。はい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 、しちゃえば噛み合えば結構バッて出るんですよ、ね、うん、結構万枚報告が多かった台だと思うから。あ確かに、うん、バンスリーが、はい、曲もいいですよ。そう曲もいい それはもう安定もう台とは曲がいい。そうあとちょっとだけあれ良くない、はい、あのフリーズのさ、はい、フリーズであの修学旅行でパリに行くじゃん、はいはいはい、あれ番長の1か2での校長が修学旅行は現地集合、パリに現地集合現地解散って言ってたのをちゃんと踏襲して、フリーズ中だけは修学旅行パリに行くのちょっと暑くない。あちょっとだけ、はいはいはい、暑いっすね。そうちょっとだけ、あちゃんと覚えててんだ昔の設定、はいはいはい、ちょっとだけテンションが上がった。回収しました。そうちゃんと回収したのは嬉しかった。6より5の方が、そうなんですよ、5の方が絶頂入りやすいんですよ。そう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 、なんで万枚出すには5なんですよ。そう確か、うん、5じゃないと逆にね出づらい。そうそうそう、勝ちはするけど、はい、万枚はちょっと厳しいかなっていう感じだよね。そうですね、 5はなんか1と似てるんですよ。なんで大変なんですよ。そう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 、なんで、ね、絶頂の数だけで判断できるのはもうあれじゃないですか、5じゃないですか。5だね、はい、うん間違いない。まだその25%が絶頂なの？ってめちゃくちゃやばい。マジで？やば。え、マジで？それはえぐいな。って考えるとやっぱりめちゃめちゃ鏡来てくれんじゃん。呼ぶ位置で鏡出てくれんでしょ。吉田さんが優しい顔してる。本当だ。大事が可愛いなと思って。好みがあったらこんなに。本当っすよ。いつもだんまり決めてる。クールなイメージがあるやん。そうそうそう。ね、むしろパチンコとかギャンブル自体もほんましなさそうなイメージなんか、うんうん、先輩から見ても。そう。はい。うん、色もあります。はい。一番同期で会って、うん、一番最初に下会話するってです。あ、やっぱそう。そんなことないですね。クールとか全く。プーさんもするの？はい。プーさんもするの？いや、下ものないし。あ、プーさんはしたとか。ああ、はいはいはい。俺はでもビンゴだな、一番好きなのは。プレミアムビンゴ。ビンゴでもいいし、ネオでもいい。ああ、はい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 。いやー、ビンゴ楽しい。4%。あ、そう、不和確率、確かボーナスの 4% あ、そうなんだって、結構低いですね、うん、そうそうそう、25分の1ぐらいの確率で不和する、はい、いやいいんだよね、ビンゴはロマンあるわまあロマンの塊ですよね、あれは。そうだよ、だってもう不和して一発目で3666乗せたらそれでもう万枚確定だから、純増3枚だから。やばい、あ、そっか、3枚か。そう、外線と変わんないもんね。そう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 、だからもうほぼ確定よ。気持ちいいだろうな、1回でいいから。今まで頑張って、666だった。
ツアーで頑張って。でもすごいですね、うん、まあ、それでもちょいちょい続いて、はいはい、まあ、2000ちょっととかだったから、はい、そんなにバカ勝ちしたわけでも、いや、でも、まあ、でももうちょっとバカ力ありますね。そうそうそう、もっともっとできるはず、もっとできるはず、まだ全然味わってない爆発力。七セグクラッシュも聞いてみたい。七セグクラッシュは聞けないですよ。13万分の絶対無理。どういうことなんですか、13万分の1。 OK、 じゃあ最後ね、5分ぐらいしかないから、はい、もうパパパッと、パパパッと行こう。そんで郡山のいいところ。郡山のいいところ、もう時間ないから1個でもいいよ。あ、いいっすか。3つ浮かばんかったんかい。1個も浮かんでない。なんだろう。郡山のいいところ、でもこれ見た人の印象はもうサッカーとスロット好きな人。やばいやばい、男やな。今は打ってないんでね、今は。そう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 、はい、いました。はい、あ、違う、感じ間違えた。感じ間違えた。すいません。何かしらやってるよね。ちょっと切りつく瞬間が欲しいですよね。切りつく瞬間が。そう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 、それは分かる。で、遅れた、今何問目ですかって裏のさ、これ多分あのツイキャス間違えてます、それ。それあの影山さんのツイキャスですよね、きっと。あの謎謎を出すツイキャスですよね。違うんですよ。あの三大まるまるで、もうしかももう終わりますよ。もう終わりそうですね。もう5分切りましたから。はい。じゃあ郡山のいいところ。過ごしやすい。過ごしやすい。文字の感覚ガバガバ。もう無理やったやん。すを感じていきたかったんやろうけど。忘れちゃいました。まあ過ごしやすい、はい、どういう意味での過ごしやすい。田舎のように見えてちょっと都会も入ってて、まあまあそうだよね。新幹線も止まるもんね、はい、新幹線も止まってて、うん、で何気にでかいのが自分の中で都会だと思ってるのはスタバがある。スタバ、あ、でもスタバあるのはでかいね。あ、そうなんや。スタバあって、で、ビッグアイがあるんですよ。おー、はいはいはい。ビッグアイっていう、日本で一番高いプラネタリウムなんですよ。うん、そこに、夕方、友達と集まって、夜景を見るのが結構面白いです。おしゃれやな。おしゃれな学生生活やな。高校の時はなんかみんなで集まって、なんか冬場なんですよね。冬場すぐ暗くなるじゃないですか、うん、ビッグアイなんか5時とかで閉まっちゃうんで、はいはい、その4時半とかなんかギリギリに行くんですよ。うん、でギリギリに行ってみんなで見ながらなんか過ごすって青春してる。まあ青春やね、青春やね。気持ちいいっすよね、うん、あの瞬間、はいはい、ああいいじゃんいいじゃん。そういう感じだったよね、うん、イメージはなんかもうね、あの金ないな今日も言いながらコンビニの前ずっと降りそうや。そうそうそう、ずーっと溜まってそう。そうずーっと降りそうやって、なんかそういうイメージなの。でもコンビニ食べるのも楽しいです。あれ何が楽しいの。そう、え、結構楽しくないの。もう全然分からん俺も。なんかみんなでなんかダメって、うん、邪魔にならないところですよ。前じゃなくて、そう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 思うよねあれって、うん、いやそれ全くないことはないかもしれないけど、久しぶりに会ったりとかならあるよ。うん、ね、あそこにずっとおる必要ないもんね。ほんなら学校おってええもんな。それずるやったら。これから何するの会話が楽しいんですか。いやいやいや、教室でしたらええやん。なんそこで決めんねん。とりあえず帰ろうってなるなよ。決めてから帰れ。今日は歌ってないですね。歌ってない。今日は歌ってない。ああ、もう時間もそうだな。もう1分半です、このぐらいで。郡山のいいところはもう過ごしやすい。過ごしやすい。あと、うん、薄皮まんじゅう美味しいんで。薄皮まんじゅうも美味しい。美味しいんで。じゃあビッグアイ薄皮まんじゅう食べて、はい、ビッグアイで。ビッグアイ行く前にちょっとコンビニでたむろして、はい、ビッグアイに行く。が一番郡山では一番ホットですね。はい、郡山の最先端なんで、ぜひ行くことがあったらね。はい、ということで、本日のツイキャスも以上となります。1時間のご付き合いありがとうございました。はい、明日も多分15時からの予定ですけども、明日のゲストが豊島邦夫さんです。なので、一応伝えてあります。で、本人も OK って言いました。ただ、ゲストが当日に変更する可能性もございますし、
お時間をずらす可能性も、ございます。なので、はい、その時にはもうなるべく直前にリリースできるように頑張りますので、はい、お楽しみにしてください。今のところ予定としては明日は15時から豊島邦夫ゲストで、行きたいと思います。はい、アクシデントの可能性とかね、地獄の回とか大丈夫かなとかひどい、はい、なので、皆様ぜひぜひご視聴お願いいたします。ということで本日のゲストはチサリート将棋でした。それでは皆さんまた明日、さようなら。